ちょっとガーブじゃあ一回あれだ。ちょっと深呼吸してくれ。ガーブ、大丈夫。一回運動しジャとけブジよ、ャックス。ガーブ。不用心じゃ。不用心じゃよ。せーの。は、デザフィオのアンダー18のガオジンハンを読んで始めたいと思います。はい。じゃ私からガオジンハンの簡単な特徴を一柳さんにお伝えします。彼はデザフィオに小学校6年生から入って6き年生て、から。はい、6年生から入ってきて、それまで他のチームでやってました、サッカーを。で、僕も彼を見たことがあって、で、デザフィオに6年生のタイミングで入ってくれて、その時は僕、12の監督をしてたんですけど、フォワードをやってもらってました。フォワードをやってもらってましたね。ただ、中学生に上がった段階で、僕が15の監督をすることになって、その時のチームがこうなかなかまだまとまってない感じだったので、後ろにこう1人こう存在感のある選手がいるだろうと。そして、ガオジンハンはすごいこう目標を持っていて、周りからの尊敬もされていたんで、選手から。なんで影響力もある選手だったんで、で、フォワードとセンターバックのフィジカルは似てるなと思ってたので、そういった意味で一度ちょっとチームの後ろに置いてみたらどうかなっていうのを彼に話をしたら、彼もこう快くやってくれたんで、じゃあそれでやってみようかっていうところで今まで来てます、そこから。なんで、いろんな、まあ、前と後ろのポジションを経験してます。やはり身長も高いし、左利きっていうところもありますし、そういった性格が人間的なリーダーシップが取れるっていうところもあります。はい。こういった選手ですか、オジンハンは。簡単に。ガブ、これで大丈夫？行きますよ。ガブ、大丈夫？これタイマー。はい。OK。もっともっとなんかいいとこあったかもしれないね。大丈夫。大We'll 丈夫。come be fine. We'll fine. じゃあ、ガブから自己紹介をしてくれる？一柳さんに。僕はガブです。今は中学校3年生、デサフィオのセンターバックです。おや、ガブ。今日はよろしくお願いします。お願はい、いしよろましくす。お願いします。では、ガオジンハンからいくつか質問がね、あるから、それを直接じゃあ、一柳さんに、聞いてみよう。何でも。じゃあ、ガブからいいよ、何でも。一柳さんは小さいの時からずっとチームの主力ですが、K リーグに入ってから、そのスタメン、試合が出れないときに、そのメンタルはどうやって維持しますか？そうだね。すごいね。いい質問だね。最初からね。確かに、ちょっとね、自こ分れもね。ね、そう、自分もだから、小中高、小学校、中学校、高校生の時は、やっぱり、中心選手で、ずっと試合に出てて、で、17歳の時にトップチームに行って、今までその、ね、ユース年代で通用してた体の強さだったり、スピードも技術も、やっぱり、全く最初は通用しなくて、トップチームに入った時に。だから最初そこでこう、あ、もうこれはもっと本当にこうね、自分のできる限りの努力をしないといけないなって思ったし、自分も、今もう今年で18年目かな、プロでサッカーやってるけど、どっちかって言ったら、その試合に出れない、ね、時の方が多かったから、そういう時ってやっぱりこうね、まあもちろんストレスもたまるし、今言ったみたいにどういうもね、モチベーションだったり気持ちでいるのかっていうのはすごい大事なところで、若い時はそれで結構こう顔に出たり、プレーに出たりやってたけど、だんだんこう、年を重ねるごとに、ね、自分のことをコントロールできるようになったり、ね、若い選手もいるんだったら、そうね、その若い選手の見本ではないけど、しっかりとこう引っ張るプレーをすることだったりとか、っていうのはどんどんこう自分の、その気持ちというかメンタル的な部分は変わっていったかなっていうのは、あるね。次は、J リーグに入りたい人は、
たくさんいるです。その競争率も高い、競争率も高いです、うん、でも入れる人と入れない人の違いは何と思いますか？そうだよね、それもねすごいいい質問だよね。入れる人と入れない人の違いだよね。やっぱりそのそういうしっかりとした目標がある選手って若い時から自分がこうなりたいとか、ここのね、例えば J リーグもそうだし、海外でプレーしたいっていうのをしっかりとイメージする選手がやっぱりそういうところに行くのかなっていう違いはあるかな。なんとなく頑張るんじゃなくて、しっかりとした目標を持って頑張る。それが違いかな。ああ、わかりました。うん、ああ、一柳さんは、うん、例えば日本のチーム、台湾のチーム、うん、タイのチームも、タイの、うん、所属していたことがありますね。はい。はい、この中で、その練習の雰囲気は、どこか違いますか？あと、雰囲気ね、試合の時、うんうん、試合の時、違うところは何ですか？そうだね。ガブ、いい質問するね。あのね、まずね、そうだね、日本とタイ、台湾を比べると、まあ、タイはまず、日本に比べて、なんだろう、このサッカーっていうものに対して、こう、エンターテインメント性が高いというか、みんなそれをすごいこう、楽しみに見に来る。一つの娯楽としてすごい見に来るから、試合を見に来る人も、すごいこう熱狂的だし、プレーする選手もどっちかっていうとこうすごい楽しむ、仕事っていう感覚よりもこうなんかすごい楽しんでやってる選手が多いかなっていうところは感じたかな。台湾はまだこうなんていうんだろうね、そのプロサッカーとしてちゃんとこう整ってない部分があるから、もうちょっとそれが整ってくると選手の意識が変わったり、もっとこうね、こうプロ、例えばプロ化になったら一人のサッカー選手としてこうプロ意識がもっと出てくるのかなとは思います。はい、僕今所属していますデサフィロは、うん、みんなのコーチも、ま、選手のことを考えて、うん、選手みんなのレベルが、うん、上がって上がるように練習を作ってくれます。例えばジョータコーチもうんうん、努力して僕たちの練習を。翔太コーチいい練習してんの？はい。本当ガブ。本当に？ガブ、この質問大事だぞ。ガブ、この質問大事だぞ。最近台湾のサッカーも、うん、そのレベルもちょっと上がってきてね。そう、良くなりました、うん、けど、まあ、日本のサッカーの試合を見たら、そのスピードとか、うんうんうん、激しさね、こうインテンシティがね、その強さもちょっと台湾ともちょっと違うと思います。うん、うん、その違いは何と思いますか？どうして違い、ね、その原因は何ですか？うん、自分が台湾でプレーして感じたのは、台湾の選手も、はい、例えば走るスピードだったりとか体の強さっていうのはそんなにこう日本人選手と変わんないと思うんだよね。ただそれを試合の中でどう使うとか、そのタイミングだったりそのスピードの緩急とかっていうのはやっぱりまだ台湾の選手はこうまだ分かってないのかなっていう印象だから、こう試合の中でのその使い方、そのフィジカルの使い方、緩急だったタイミングだったり、そういうところが違うのかなっていう感じはするね。ああ、そうですか。うん、でも、なんか試合時に、日本の試合時に、うん、まあ、そのパスのスピードも速いし、うんうんうん、タイム、でもね、そのね、パスの、そう、パスのスピードはもう基本的なことで、普段の練習からそういう意識でやってるし、そこのパススピードっていうのはやっぱり差があるかなっていう感じはするよね。はい。
今、会話も練習の時にちょっとパスのスピードのことを練習していますけど、でも試合の中でまだそうそう日本みたいにそういう速いスピードはまだと思う。まだできてない。そう。それはね、だからね、もう続けるしかないと思うよ。ずっとそれを続けて、それがこう、習慣というかもう当たり前になってくるとみんなのレベルも上がってくるし、そんなすぐには変わんないと思うから、はい、毎日の練習からそういうことをしっかり意識してやることが大事だと思う。はい。ラストの問題は問題です。はい。僕は高校、日本でサッカーしたいです。将来も J リーグに入りたいです。いいね。一柳さんは僕に J リーグに入るため の、 このアドバイスはありますか？アドバイスね。じゃあ、逆に質問するけど、じゃあガブの自分が思うそのストロングポイントは何？ストロングポイント。自分の得意なプレーは何？あ、僕得意のプレーは、例えば、僕のディフェンスの時に僕の1対1が得意と思います。うん、あと2対1もできると思います。うん、そのディフェンスの時に。あと、僕は、まあ、デサフィオってこの中学校の時にずっとチームのキャプテンですから、そのチームのみんなを応援してとか、みんなのまとめてね。そう、まとめて。その、みんなのことを考えて、一緒に、みんなと一緒に頑張って、その感じが僕今、得意です。いいね。じゃあ、まず、対人が得意。はい。まず、そのガブの自分が思う得意なプレーっていうのを、もうめちゃくちゃ高めてください。まずは。はい。そう。あとは、センターバックだったら、はい、試合中に、例えば失点したり、ミスしたりっていろんな状況があると思うんだけど、はい、もうセンターバックはもう常に、どっしり構えて安定すること、精神的にこう落ち着いて、そうするとチームも落ち着くし、はい、それぐらいセンターバックが大事なポジションだと思うから、はい、これからガブがこの J リーグとかね、そのもっと上を目指すってなったら、まずその自分の、ね、ストロングポイントだと思う、その対人のプレーっていうのを磨いて、あと自分が思うのは左利きですごいフィードとかいいと思うから、はい、そういうキックの部分だったりっていうのをどんどん磨いていけば、ね、そのガブのもうそのオリジナル個性、それが個性だし、他と、ね、他の選手と違ったそれは武器になるから、はい、まずはその自分の得意なところっていうのをしっかり伸ばして、他人と違うの特別な、技術ですか？まずね、センターバック、そう、ね、左利きのセンターバックって結構珍しいから、はい、うん、結構ね、こうそれはすごい武器になると思う。そう、あとはさっき言ったみたいにセンターバックで後ろからこう声をかけてチームを盛り上げたり、ね、チームが苦しい時にね、しっかり後ろからこう声を出すっていうところもセンターバックがすごい大事だと思うんで、自分は若い時にそこまでそれを感じれなかったから、若い時からそういうふうに、ね、チームを盛り上げるとか、対人で絶対負けないとか、そういうのをもう本当にこだわってやっていけば、で、あとは、そのガブの中でもうここに行きたいじゃなくてここに行くと思って努力すればいいと思うよ。ああ、そうです、ね、うん。ここに行きたいから頑張るじゃなくて、はい、自分はここのレベルでやりたいから今これをやるっていうふうに考えて、それをどんどん逆算していって努力するのがいいかなと思う、ね、はい、ありがとうございました、うん、はい、じゃあ、また、うん、あったらね、何か一柳さんからガブに聞いてみたいこととか、うん、ありますか？高校はどうですか？ね、自分がその試合を見た印象というかイメージだと、は
はい、そのガブの身長とかがあったらこうもっとこう相手に激しくいってもいいなと思って、うんうんうん、あとさっき言ったみたいにもっとチームをまとめるってなったら、例えばラインコントロールだったりとか、もう自分がそのチームのディフェンスっていうかチームをまとめてるぐらいの意識でもいいから、もう自分が中心となってどんどん声を出したり、そういう振る舞いをするのがセンターバックでもっとやっていいのかなっていうイメージはあるね。うん。わかった、ガブ。今の。わかりました。怒ってもいいんだ、ガブ。味方が気抜いたプレーしたら、へーって言って。はい。そのぐらいやってもいいの。ありがとうございます。ありがとうございます。